倒れて！やるわよ！
これで食らいなさい。これなら当たれ。このヨハネの雲っとする。
んなところね。きっと誰も来ない。どりゃここもダンジョン？今までとは随分雰囲気が違うような。でも不思議とあったかくて懐かしい感じ。ヨハネ？やっ、倒れて！はっ、これで！やっ、死んだ！
やるわよ。
これでいい。
れって巨大なシーラカンス？すごい力を感じる。きっとこいつがこのダンジョンの主、力の源だよ。みんなを閉じ込めた元凶ってわけね。何が来ようとこのヨハネが成敗するわ。
たちってそうだったの？それじゃあこのダンジョンってそっか、そうなんだ。だからあなたたちはみんなを閉じ込めて。だったらさ、こういうのはどう？ヨハネさん、大丈夫すら？ぼーっとしてたみたいだけど。あ、うん、私は平気。そうだ、みんな手伝ってほしいの。お手伝い？いいけど、どうする気？歌うの。歌う？ずら、分かったのよ。モンスターたちのこのダンジョンのことが。あの光の玉に触れて分かったんだ。このダンジョンは海深くに沈んだ過去の残滓、大昔に海の底に沈んでいった者たちの強い願い、忘れないで、知ってほしい。そんな思いの輝き。もしかして古代沼津のアーティファクトか何かかしら？そこまではわかんないけど、そういう思いが凝り固まって暴走して、沼津の人たちの記憶、それがこのダンジョンだったみたい。そっか、だからちょっと懐かしい気がしたんだ。この初めて見る場所なのに、そんな気がしない。ここではないどこかで、大好きだった場所。そうね、忘れちゃいけない。不思議とそんな気持ちにさせられる風景だわ。私たち沼津の人々の心の原風景を投影した場所という。忘れないで、知ってほしい。もしかして私たちを閉じ込めたのは構ってほしかったってこと？だからってダンジョン作って閉じ込めちゃうのはやりすぎじゃない？私はちょっぴりわかるかも。私を見てって、ここにいるのにって。ヨハネちゃんも暴走したずら。でも大丈夫、ヨハネちゃんにはマルたちがいるずら。うっさいわね。わかってるわよ、私にはみんながいてくれる。みんなが私を見て知ってくれたから、私は今それなりに楽しくやってる。このダンジョンを町の人に知ってもらいたかった。海の底に沈んだ過去からのメッセージか。どんなものにも作った人の思いが込められているんだよ。そんな思いを知っちゃったら放っておけないよね。うん、だから歌うの。私たちみんなで、このステージで。後に続く人に思いを伝えて未来に残していく。歌ならそれができると思うから。ダンジョンを形作る思いの力を歌に変えて。過去から今へ、消えない思いを繋いでいくために。ブレイズ・イン・ザ・ディープ・ブルー。